今回紹介するのは「つなぐ新潮文庫」という本です。死者と再会を果たすというありがちなお涙ちょうだいの物語だと勝手に想像しながら読み始めました。全部で5編の短編から構成されていますが真ん中に置かれた親友の心得を読んだ時点で 浅はかな先入観を持っていたたことに気がつきました死者と言葉を交わしたいという願いそれは生きている人間が生きる理由を欲するエゴイストの振る舞いでもあるしまた死者から思いがけない真実を伝えられれば十字架を背負って生きていく羽目にもなりかねないこの重いテーマが死者つなぐが主人公役を務める最後の「 死者の心得で展開されることになります死者とのコンタクトは「少女の自己欺瞞414ページかもしれない真相を知らされれば不幸になるかもしれないそれでも死者を思いその言葉を想像して対話を重ねつつ人は生きていく死者は残された少女のためにいるのだ。 424ページ「死者との再会」というありえないお話はこうして人は想像力の中で死者に語りかけまた語りかけられるのだというごく当たり前の心理を気づかせてくれます。それこそが一晩限りの再会という奇跡よりも長い人生を生きていく上で大事なことなのだと単なる短編集ではなく。 最後の短編を読むことで改めて前編に対する見方を変えられ伊坂幸太郎などもこの点が巧みです。人生観を激しく揺さぶる体験をいつの間にかもたらしてくれる辻村深槌は破格の構想力を備えた期待のストーリーテラーであるばかりか穏やかな語り口の恨み。 鋭くも繊細な人間に対する眼差しを秘めた作家だと思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。